マッシュのスクリーンショットコマンドラインインタプリタは、コンピュータのコマンドライン、すなわち、ユーザーによりキーボードなどから入力される、文字列の行のコマンドを解釈し、オペレーティングシステムやプログラミング言語処理系などに渡すものである。OS の標準ユーティリティとしては、コマンドラインシェルがあり、いくつかのプログラミング言語処理系が持つそれに関しては、リードアベル、プリントループも参照。 コマンドラインインタプリタが動いている。具体的な画面は、コマンドラインインターフェースと呼ばれている。キャラクターユーザーインターフェースを構成する要素である。これら以外にも、かなりの種類があり、詳しくは、ユニックスシェルの項目で解説されている。なお、Windows 上でもシグウィンをインストールすれば、これらのシェルは動く。マコス x のターミナルの画面、マコスは、BSD ユニックスをベースにしており、 ターミナルコマンドラインインタプリタは基本的にはなかった。すべて GUI で操作するという設計思想だったのである。ただし1988から1995年にかけてマッキントッシュのマシン上でシステム7と共に動く A-UX というユニックス OS が販売されていた時期はそれを別途購入してインストールすればコマンドシェルという画面を起動して シェルを使うことができた。パワーシェル1.0の画面も使われていない古いマシンの例。PDP-11 で動いていた RT-11 という OS を写真の VT100 という端末で操作し、ヘルプコマンドを入力して得られた画面表示。コマンドラインインタプリタによって実現されるユーザーインタフェースは有効で簡潔なたくさんのコマンドを発行する。 環境をユーザーに提供する。一方でこの環境はコマンドやそのパラメータの内容やそれらの構文を覚えることをユーザーに要求する。初期のコンピュータはその計算機種源の制約からも文字端末による操作が主流であった。その後 GUI も発達したがユニックス系環境におけるコマンドラインシェルや NTK 以降の Windows における CMD エグゼなど GUI 経由の操作では煩雑になりすぎる指示や作業を簡潔に効率よく行うためのインターフェースとして GUI と相互に保管する関係にあり必要に応じて使い分けるというみ分けになっているまたシスコシステムズなどのルーターの操作インターフェースとしては GUI も提供されているものの大半のユーザーは CLI を使用しているサンディカナダドルソフトウェアの一つ ライノセロス 3D でもアイコンによる GUI やプレダウンメニューに加えコマンドラインが用意されている。多くのコマンドラインインタプリタは1個の動詞的な語による表現からなるような単純な命令だけではなく条件分岐による繰り返し等に代表されるある種の制御構造などといったスクリプト言語的機能も持ち合わせていて特に操作者にとって苦痛となる単純な 繰り返し作業などを軽減できることが多い。またシェルにおけるシェルスクリプトのように外部ファイルにまとめて記述されたコマンドを実行できるコマンドラインインタプリタもある。あるいは逆に多くのスクリプト言語の処理系はソースコードが書かれたファイルを指定して実行するだけではなく内蔵のあるいは外付けのコマンドラインインタプリタを持っている。 は内蔵のコマンドラインインターフェースを持たず、標準テンプのイヤーブコマンドが、標準のコマンドラインインタプリタで、より強化された環境としてはプライがあるベーシックの、ように、言語自体がコマンドラインインタプリタからのコマンドで操作されるよう、設計されている場合もある。リスプなどの一部の言語では、入力された文字列を構文解析して、プログラムの構造を読み込むことができる、リード。 それを評価する、アベル、評価結果を文字列として出力する、プリントといったルーチンがユーザーに公開されているので、それらを組み合わせて繰り返すことで簡単に、カギ、コマンドラインインタプリタを作ることができる。それを、リードアベル、プリントループ、略して、レプルという、IBM のレックスのように、他の言語を入力中に含ませられるようなフレームワークを持っているものもある。 ありがとうございます。